これなんか強めな気がする。気のせいかもしれんけど。つらーん。はい、毎度お越しやす、つららん。やだっかやつらーんのあだっかを作らない職人、しょうちんでございます。今回は画材紹介です。めちゃめちゃオーソドックス、絵の具。いきなり出しましょう。今回ご紹介するのはこれです。ババン。ね、もう、知る人ぞ知る。この間ね、エイプリルフルにこれ2つになってね、気持ち悪い目になってた、ターナーさんの、アーティストウォーターカラー18色です。チューブ絵の具タイプですね。こちらもちょっととある理由であまりベタベタ触りたくなっててね、こう、あまり接触しないように嫌がられるんでね。まあ僕普段からはね、ホルベインさんのチューブ絵の具を使うことが多いんですけど、ターナーさんのね、これね、安いのよ。18色でね、3000円しなかったんちゃうかな。アマゾンさんのリンク、概要欄に貼っておきますので、よければ。今からね、これ、8色やったり、あと、ホルベインさんのチューブ絵の具との違いなんかもね、多分、わかるかな、どうやろう。わかるかわからんけども、こんなんと比べてみたり、最後に絵も描いてみますので、いいなって思ったらね、ぜひぜひ概要欄から買ってくださったらありがたいです。ホルベインさんと比べてね、どんな色のラインナップなんか、それから塗った時の違いなんかも、見てみたいと思います。それではやっていきましょう。どうぞ。あ、散髪しました。やっと。どうでもいいか。はい、では早速レビューしてみましょう。こういうレビュー系の動画をね、作るのね、いつも考えるのが、見た人がね、どういうことをね、知りたいかなっていうのはなるべく考えるにはしてんねんけど、どうなる？やっぱ今回やっぱ比較になってくるかな、他社製品との。まあターナーさんの透明水彩、まあもちろん素晴らしいんやと思うんやけども、やっぱ一般的にめちゃめちゃポピュラーなのは、申し訳ないけど、ホルベインさんやと思うので、そことのやっぱ違いで、皆さん、なんかこう、この商品の特徴とかもね、分かってくれるかなと思います。割とね、評判はいいんですよ。なんか、鮮やかで、タナーさんのやつが好きっていう人もたくさんいるらしいですね。僕もね、初めて、あ、言ったっけ？初めてなんですよ。タナーさんの使うの。ターナーさんって言ったらなんかね、ポスターカラーとかなんかガッシュ系ってイメージがあってね、僕の中で。あ、透明水彩もそういえば出してるんやと思って今回買ってみました。はい、開けてみます。オープン。パッカー。おお、シンプルですね。はははは。はい、こんな感じです。色のラインナップはこんな感じです。どうでしょうか。はい。なんか、パッと見やけど、基本のね、こういう鮮やかな赤、黄、青に加えて、緑がなんかちょっとなんていうかな。こだわりを感じる緑。これなんなん？オリーブグリーンか。こんな色が入ってるって珍しくない？ 18 色セットに。で、ホルベインさんの18色セットが、クリムソンレイキ、ローズマダー、バーミリオンヒュー、パーマネントイエローレモン、パーマネントイエローディープ、ジョンブリアンナンバー2、パーマネントグリーンナンバー1、パーマネントグリーンナンバー2、ビリジアンヒュー、コンポーズブルー、あ、こんな言わんねん。初めて知った。コバルトブルーヒュー、プルシャンブルー、ミネラルバイオレット、バーントシェンナ、バーントアンバー、イエローオーカー、アイボリーブラック、チャイニーズホワイトなんですね。それとちょっと比べてみると、中間色みたいなのがね、緑系に多いのは気のせいかな。これは何や？マヤブルー。なんか、マヤ。古代マヤの？マヤ大国の？マヤ大国？なんかちょっと新鮮。色のラインナップはこんな感じです。ちょっと見づらいかもしれんけども。18色セットに入ったやつがこう点打ってある感じですね。耐光性が書いてあるね。あ、透明性も書いてある。ホルベインさんでもね、耐光性。耐光性ってあったっけ？耐光性表示。あ、あるね、あるね。耐光性表示と、透明度表示があるんですけど、同じくターナーさんのもあるということですね。ターナーさんの説明書きによると、純度が高く耐光性に優れた美しい透明水彩の具です。みずみずしい色で伸びも良く、筆の運びが滑らかです。水で薄く伸ばしても優れた発色で、思いのままに透明感が表現できます。わー、やっぱ透明水彩の具やから透明感大事やわな。なるほど、なるほど。なんか、説明書とか入ってるわけではなく、もう全然、チューブだけっていう感じですね。あ、これなんや。すごい。カタカタ動かんように、こんなんが入ってましたね。ただのボール紙ですよ、これ。ターナーさんのラインナップが、ハイロールレッド。パーマネントスカーレット。なんかちょっと斬新、いつも聞き慣れへんような。パーマネントガンボージ。パーマネントイエロー。パーマネントレモン。オリーブグリーン。フタログリーン、フタログリーンブルーシェード。サップグリーンですね。ターコイズブルー。あ、これも綺麗っぽいな。フタロブルー。あ、フタロブルーのグリーンシェードの方が入ってる。ウルトラマリン。マヤブルー。ディオキサジンバイオレット。イエローオーカ。バーントシェナー。バーントシェナーとシェンナーの時があるのは、なんか発音の違いかね。バーントアンバー。アイボリーブラック。チャイニーズホワイト。チャイニーズホワイトってなんでチャイニーズ言うんやろな。まあ、18色ぐらいに色数絞られてくると、やっぱり基本の色っていうことにはなってきてると思います。
茶色系もしっかり入ってるし、まあ、赤黄青の原色、これもしっかり入ってます。ただね、やっぱりね、ホルベインさんにも言えることやねんけど、なんでその、あのピンク、鮮やかなピンクが一本欲しいなと思っちゃうな。まあまあ、こんなオリーブグリーンとかもいいんやけど、多分ね、このサップグリーンとこのオレンジ系までったらこの色にはなれるので、一本ね、そのピンクっていうのが作られんから、ピンク入れて欲しかったけどね。まあそこまで欲張ったらあかん、18色でな。じゃあちょっとこれね、綺麗に使いたいので、ちょっとずつね、やっぱ一色ずつ色見たいと思うので、ちょっとずつ、ここに出してですね、色味を確かめてみたいと思います。結構この作業大変なのよ。汚さんようにハイロールレッド、パーマネントスカーレット、お、ちょっとあれやね、この色がついてるものを顔料って言って、この顔料をね、紙にしっかりくっつけるために転色剤というものが入ってるんですけど、それが、透明水彩絵の具の場合は、何やったっけなぁ、あれ、すいません、全然出てけへん。まあ大丈夫、時間はたっぷりある。18色絞り切る前に思い出せ。ガムまでは出てんねん。何ガムや、ガム全然出てけへん、どうしよう、全然出てけへん。何ガム、ガムから一旦離れようか。あ、この色お抹茶色やね、綺麗、好きかも。まああの、なんぼね原色があったら作れるやんって言っても、あの、絵やってる時にね、何回も色を混色で作るのめんどくさいし、毎回毎回同じ精度のね、混色できるとも限らんから、よく使う色はね、あの、2色を混ぜて作れる色であったとしても、チューブであった方が便利やと思うんですよね。そんなことはどうでもいいやね。何出てけえへん、名前が。え、なんていう？何ガム？ガム言うからわからなのかな。アラビアゴムや。アラビアガムとも言うけど、僕ゴムって言ってるから。あ、やっと出てきた。半分ぐらい絞り出したで、思い出すまでに。このアラビアゴムが、これちょっと多いね、出し始めん時。やっぱ分離してるからかな。この透明の部分がアラビアゴムと水ですね。結構最初はいっぱい出てきます。なんかでもね、こう絞り出した感じで、まだ溶かしてないから分からんけど、鮮やかな気する。なんかビビッとっていうか。あ、じゃあなんでこのとこ出した？もうちょっと下のとこ出さんと。でも今の時点でちょっと言えることが、赤がしっかり赤やね、ターナーさんのは。前何回か僕言ったことあんねんけど、ホルベインさんの基本色にはね、赤っていう赤がないのよ。なんか中途半端なね。18色セットにはね、ローズマダーっていうのがちょっと若干赤がね、サンタの服をそのままかける色やなーって思うんやけど、ちょっと暗いよね、ローズマダーは。小学生が使うような赤がね、あんまなんか基本のセットに組まれてないのが、すごく僕、ホルウェインさんに対しては、不満なんですよ。いや、めちゃめちゃお世話になってて素晴らしい会社だと思うんですけどね。なんかちょっとやっぱり、難点を言うとしたら、それなんですよね。はい、最後のチャイニーズホワイトです。わ、チャイニーズホワイトあんまり、あ、なんでやろう、油が出えへん。アラビアゴムが。はい、こんな感じで絵の具出してみました。まあ、紙に塗らんとね、よくわからんと思うけど、こんな感じです。綺麗ですね。では塗ってみましょう。使うのはですね、これダイソーさんの前固形化ブロックのね、回でやったんですけど、エンボスペーパーやったかな。角が丸いね、ちょっと不思議な形の、紙なんですけど、これをブロック皮化させたものです。やり方についてはあの、概要欄に動画貼っておきますので、結構人気ですよ、この動画。割とね、気に入ってくれててね、皆さん。助かりましたっていうコメントも多い回でした。ぜひぜひ安くてもブロック紙作れるのでやってみてください。これにね、塗ってみたいと思います。はい、じゃあ、左から順々に塗っていきたいと思います。まず、ハイロールレッドですね。わあ、水ついた。早速水ついた。ハイロールレッドです。赤だね。これよ、これ。この色が欲しいよな。オルベインさんでも。なんでないんやろ。ほら、この赤ですよ。これやっぱ基本じゃないか？この赤って。どう？反射して見えないか。どうしたらいい？撮影が難しいんですよね。ちょっと水でやると。でも確かに、なんか粒度が細かい気がするのは気のせいかな。細かいなっていうね。箱に書いてあったからちゃうんって思うけどね。もう僕、歌い文句に弱くてね、そうやって言われたらなんかもうそうにしか思われへんからね、よくセールスとかにも引っかかってしまうんですよね。おー、綺麗ね。これが、ごめんなさい、言うなって言った。パーマネントスカーレットです。次はパーマネントカンボージ。ちょっと黄土色っぽいぞ。あー、カラシみたいな色やね。イエローオーカーほどなんか土っぽくはないんやけど、カラシ色。次はパーマネントイエロー。おー、鮮やか。綺麗ですね。まあ、正直、ホルベインさんとどう違うのかまでは僕わかんない。わからんけど、すごく透明度高くて綺麗ですよ。これがパーマネントレモンかな。
あ、でも同じ黄色でもやっぱ違うね。パーマネントレモンの方が鮮やか。で、オリーブグリーン。おー、抹茶っぽい感じ。すごい抹茶色。抹茶色って言ったらなんかめちゃめちゃ茶色みたいな。はい、フタログリーン、ブルーシェード。あー、これはビリジアンじゃないか。なんか名前が違うだけで、明らかにあの色やねっていうね。オルウェインさんで言うところの。あるよな。これ絶対ビリジアンよ。ビリジアン。サップグリーン。これ僕はよく使う色やね。あー、いい色ですね。あ、ちょっとでも、ホルメインさんのサップグリーンとは違う感じするな。こっちの方が僕好きかもしれんな。いい色ですね。森とかののにね。で、ターコイズブルー。うわー、綺麗。あー、これも鮮やかやな。ウルトラマリン。うわー、鮮やか。すっごい鮮やか。ウルトラマリンビビった。ちょっと。いや、ホルメインさんのもすごい綺麗やねんで。でも、この鮮やかさちょっと画面で伝わるかわからんけど、すっごい綺麗。好き好き。あー、確かに鮮やかかもしれん。で、これが、あ、これはなんかちょっと質感違う感じする、これだけ。記憶力が弱い。なんか色によってもやっぱ伸びの違いはあるね。これはホルベインさんでも言えることやねんけど。なんやろね、顔料のあれでかな。次はディオキサジンバイオレット。うわー、綺麗。あー、紫系も綺麗やな。はい、イエローオーカ。イエローオーカは透明度低め。バーントシェナ。シェンナって言いたくなる、シェナ。うん、綺麗綺麗。で、バーントアンバー。アイボリーブラックね。あ、アイボリーブラックちょっと皮膚力弱い？アイボリーブラックちょっと弱いね。アラビアゴムが多いからかな。で、最後のチャイニーズホワイトは、一旦ちょっと黒を塗っ、アイボリーブラックを塗っといて、アラビアゴムが一番少なく感じたチャイニーズホワイトです。あー、まあ大体こんな皮膚力ですね。でもなんかホルウェインさんよりなんか強めな感じするな、皮膚力が。弱いのよ、チャイニーズホワイトって言ったらガッシュに、ガッシュの白には使われへんぐらい弱いんやけどね。はい、こんな感じでございました。いかがでしょうか。僕が感じたらね、鮮やかかなと思った。うん。あと赤があるっていうのはすっごいありがたい。赤っていう赤がある。ポスト塗れるやん、これで。サンタさんも塗れるわ。塗ることないけどな、あんまり絵ではな。黄色系も充実してますしね。色、割と僕好みかな、この18色セットは。ちょっとあかんよ。はい、というわけでですね、こんな感じで、使ってみた感想なんですけど、まあどうやろうな、ホルベインさんと。ちょっとローズマダー塗ってみるか。比べるっていうことがないからな。で、難しいよな、比べるって言っても。ホルベインさんの絵の具の方が、まあこれ最初やからかわからんけど、アラビアゴムがちょっと出る量がターナーさん多い気がした。最初やからかな。それもあるよな。ちょっと話半分に聞いといてほしいんですけど、ホルベインさんのはあんま出えへんかったね。これローズマダーです。これホルベインさんのやつね。うん。あ、うん。うん。きめ細やかやね。まあ、塗った時の感触とかは正直わからんかな、違いは。僕はね。めちゃめちゃ透明水彩ずーっとやってはる人やったらわかるんかもしれんけど。まあまあ、さすがホルベインさんっていう感じでね。赤、綺麗に出ました。ただ、ラインナップ、色のラインナップ18色で言うたらバランスのいい組み合わせになってるかなと思いました。鮮やかな青もあるし、使いやすいんじゃないかな、初心者の方。そしてね、安い。そや、これも言っとかなあかん。安いのよ、ターナーさんの透明水彩の具。ホルベインさんの18色言ったらね、ちょっと比較出しときますけど、ホルベインさんの方が高いと思うねんな、多分。はい、まあまあこんな感じでございました。じゃ最後にですね、サクリを1個書いて終わりたいと思います。安いっていうのは魅力やな、でもな、やっぱり。この帯を外してしまったら一生戻らん問題発生中。後でやろうか。戻らへん。はい、それでは作例書いてみたいと思います。今回はですね、何書こうかなと思ったんやけど、まあ、季節といえば季節。これね、ツツジの花です。綺麗ですね。これアゲハチョウが止まってんのかな。ただ、このモチーフなんで選んでしまったんやと思うけど、このピンクがないからな。だから言うてんのが、そのマゼンタ系がね、入ってないと基本色に。こういう色出すの難しいじゃないですか。まあどうやろう、ちょっと黄色混ぜつつ赤をねやってったらいけるかな、どうやろう。まあまあもういけんかったら雰囲気でやっていきましょう。はい、今回使う、紙はですね、これはバオホンさんっていうところの中国のやつですね。もう最近これね、アマゾンで売ってるはおるねんけど高いねんな。あんまおすすめはしません。サイズが独特ですね。 180×125mm こんな感じのやつにちっちゃく書いていきたいと思います。コットン紙なんででも綺麗ですよ、色は。はい、では鉛筆デッサンからやっていきます。僕のいつもの適当デッサンです。まあ、蝶が主役になってくるので、蝶の中心のところ、羽が左右に開いてますからね、中心さえ決めといたら、あとは
左右に分かれていくだけ。こっちとこっちの比率ですよね、問題がね。まあ模様細かいんですけど、あんまり細かく描きすると水彩の大胆さがなくなるので、軽くこんな感じにして、あとはにじみでやっていこうかな。塊ですからね。花やと思わんことが大事かもしれん。塊で。超適当です。まあ、画面ちっちゃいんでね、細かく描きすぎてもあかんし。はい、こんな感じで、いらん線を消しときます。はい、まずどっから描くかなんですけどね。今回は、蝶から描いていきますか。混色もしてみますね。例えばこういうの入れると。あー、綺麗な色になるね。うん、うん、うん。うん、うん。まあ、紙に塗った感じは、ね、さっきも言ったけども、透明水彩らしい透明感が出て、素敵やなと思います。ただ、ホルフェインさんとの違いとかはわかりません。おっと、ダマになっちゃった。黒が足りんかった。黒がね、いまいちなんか皮膚力がない気がするのは気のせいかな。ほらね、なんかね、溶けが悪い気する。もっとホルフェインさんのやつとかやったら、ブワーって滲んでいく感じやのに。なんかね、ダマになるね。やっぱりでもメーカーさんによっても色違うよね、その、なんていうか広がり方とかね。なんか溶けが悪い。黒に関してはね。もしかしたら透明水彩絵の具って、まあチューブからも直接使うけど、固形化させてね、溶かして使うことも多いと思うので、そういう使い方したらまたね、変わってくるかもしれませんけどね。濡れてる間にこう済ませると、ふわーっと滲んで、綺麗ですね。じゃあこの花の色をどうするかやな。いや、違うんだよな、このピンクは。ピンクやっぱ出ないね。うまいこと。ちょっと青混ぜて紫っぽくする？濁ってくるよな、どうしてもな。メーカーさんお願いです。ちょっとピンクだけは入れといてください、初期セットに。あ、デオキサジンバイオレットちょっと混ぜたらぽくなるかな。ぽくはなるけど、そのままの色にならへんな、やっぱな。とのことね、やっぱね、違うんですね。鮮やかさっていうのはね、作られへん色やから。もうだってこのモチーフをさ、このセットで選んだらもう積むじゃないですか。濡れねえみたいな。その時点でアウトみたいな感じですよね。あ、ちょっとオレンジ系混ぜたらええんかな。ぽくはなるかな。大胆に筆運んでいきます。配られたカードで勝負をするのが男やからな。鮮やかでなくてもなんか色相はしっかりね、合わせておきたいですね。ここからちょっと濃いところ見ながら色変えていきますね。紫っぽい色とかを使って。手前の筋を塗り残すように。濁りっていうのも必要やから、ちょっと緑をね、反対色の緑。サップグリーンかな。混ぜながら塗ると濁っていきますね。濁りも大切な一要素やから、それも利用しながら奥まったとこを描いていきます。濁ったとこは全部に来てしまうとね、絵として汚くなっちゃうので、それはダメですけどね。僕でもこうやって濁らした方が存在感が出る。要所要所ですけどね。あると思うので、色を混ぜながらやっていきますね。よし、乾かします。ネガティブな部分を塗っていきます。手前の花びらを浮き立たせていきます。ピンク惜しいな。色の差が出ないな、やっぱり。限度があるわ。模様はうまーく省略しちゃいます。マゼンタが欲しい。はい、いかがだったでしょうか。今回はターナーさんの、アーティストウォーターカラー18色のレビューと作品を書いてみました。ごめんなさい。ターナーさんもごめんなさい。もうちょっとこの絵の具に合ったモチーフ選びをしたらよかったな。このね、明るいピンクを出すのがやっぱちょっと難しかった。まあ、ピンクはね、多分単色でそういうマゼンタ系って置いてると思うので、これセットを買うときは、ほんまにこれおすすめなんですけど、ホルベインさんでもそうです。マゼンタ系一本入れとくと表現の幅広がると思うので、単色で一本ね、セットと一緒に買ってみることをお勧めします。
はい、今回コットン紙に変えてみたんですけどね。やっぱ広がり、なんか繊細さ、透明感、こういうのは抜群でしたね。もうちょっとモチーフを工夫したらね、透明感とかアピールできたんやけども。まあ、ホルベインさんとのね、比較をね、何回もして申し訳ないんやけど。ホルベインさんと違ったところはね、黒い絵の具が少しこうなんか水馴染みが悪かった、僕のやつは。たまたまなんかわからんけど、こうね、滲んでいかなくてね、水とのこう馴染みが悪いから、こう、なんていうか、ダマになりやすかったね。アクリル絵の具とかはよくあることやねんけど、透明水彩絵の具ではあんま珍しかったな。他の絵の具はね、ほんまに広がりが綺麗でね、美しかったです。透明感も抜群で、発色も良し。で、色数、ラインナップがね、オーソドックスなものがしっかり入ってるので、初心者さんは、これ買って、まあ、マゼンタ系が弱いっていうのを除けば、ほぼほぼね、どんな絵でも描けるかなと思いました。あと、やっぱり初心者にありがたいのは安い。これにつきますよね、やっぱね、値段には、負けるような。値段安いからって言って他社のね、やつに劣ってるかって言ったらそうじゃないし、すごくお得やと思いましたよ。ぜひぜひ皆さん、良ければ興味ある方は買ってみてください。透明水彩これから始めようって思う方もね、このターナーアーティストウォーターカラー18色セットはいいかなと思いました。12色とかもあったんかな？でも18色がやっぱいいかな？はい、最後になりましたけどね、ちょっと宣伝。こういう、なんていうかな、まあ、僕の動画で紹介するもん。まあ、紹介せへん時もあるんですけど、画材などをですね、僕のツイッターアカウントの方、ツイッターって言わへんねんな、今ね、X ね。旧ツイッター。X の方で毎月、プレゼント企画をしております。1名様に、こういうのが当たりますので、よければね、ご興味ある方は概要欄からフォローお願いします。はい、というわけでいかがだったでしょうか。この動画もね、なんか、皆様の購入の際の参考にしたり、買ったけどもどうやって使っていいかわからんという時にね、少しでも参考になったらありがたいです。最後までご視聴くださり、ありがとうございました。またお越しやす。うちのね、前飼ってたね、三毛猫のツラちゃんに似たね、花瓶をね、壁につけるタイプの、あれずっとつけてくれって頼まれてて、やっと今日つけたんですよ。真正面のとこにテレビ置いてあるとこ。ほんならね、つけた後に正一ママが横の方が良かったなとか言い出すね。さっき言えよ、めっちゃつけるの大変やねんから、うちの壁石膏やねんから。もう嫌。